自由七科と哲学リベラルアーツとは、本校では両方について述べる。リベラルアーツの起源は、人間が自由人と非自由人に分けられていた古代、ギリシアローまでの自由人にふさわしい学芸である。これを理念的な源流として、中世ヨーロッパの大学では基礎学問の七科を指した。欧米、特にアメリカ合衆国では、 主に専門職大学院に進学するための基礎教育としての性格も帯びているともされている。なお、日本語の芸術という言葉はもともと明治時代に啓蒙家の青春によってリベラルアートの訳語として造語されたものである。リベラルアーツの由来は複雑であり、簡潔に説明するのは専門家でも困難とされる。英語のリベラルアーツの語源は ラテン語のアルテス・リベラレスである。このアルテス・リベラレスは古代ギリシア語のエンキュクリオス・パイデーアに対応する。また、アルテスはギリシア語のテクネーにも対応する。古代ギリシアにおいてパイデーアは教育や教養、テクネーは技術や学芸を意味し、どちらも多義的かつ重要な語だった。傾向としてはパイデアは自由人のもの。 テクネは、職人や、奴隷のもの、という意味合いがあった。ただし、テクネの中でも修字学などは自由人のものだった。そのような背景のもと、エンキュクリオスパイデーアという語は、プラトンが国家第七巻で説いたような基礎書学科を指す語として使われた。すなわちプラトンは、体育や無主系に加えて、哲学的問答を学ぶための準備として、 17、18歳までの少年時代に、算術や、幾何学、天文学を学ぶ必要があると説いた。プラトンによれば、これは、職人のための学問とは区別される、彼の鉄人国家論における統治者のための、学問だった。プラトンの学園アカデミーエアでも、同様の基礎書学かすなわち、エンキュクリオスパイデアが学ばれた。ただし、エンキュクリオスパイデアの語は、 ヘレニズム哲学の諸派においても使われ、含まれる学科も、まちまちだった。古代ローマにおいては、キケロ、発想論や、伝論家について、セネカ、倫理書簡集、第88書簡、ウアッロの一書、アウグスティヌス、秩序論など、様々な文献で、アルテス・リベラレスや、類似表現が使われた。しかしながら、古代ローマにおいても含まれる学科は、まちまちだった。 例えば、キケロ、弁論家について、第3巻127節では、エリスのヒッピアスの言葉を引く形で、自由人にふさわしい高尚な学問として、気化学、音楽、文学、詩人のうんちく、自然学、倫理学、政治学を挙げている。またキケロは、プラトンと異なり、哲学よりも修辞学を、上位のものとしていた。5世紀から6世紀になると、 マルティアヌス・カペラ、カッシオドルス、ボエティウスら複数の人物が、後の自由七課に含まれる七課を決定づけた。カペラは、フィロロギアとメルクリウスの結婚で、文法学、修辞学、論理学、算術、幾何学、天文学、音楽の七学科を擬人化した。カペラは、蒸気のウアッロの影響を受けていた。カッシオドルスは、紅葉。 第2巻で、アルテス・リベラレスの語源を説明した上で、カペラと観点は異なりながらも同じ七科を当てた。ボエティウスは、三位一体論などで、カッシオドルスと同様の学問分類を行った。8世紀から9世紀になると、カール大帝の学問振興政策により、自由七科が教育の根幹に位置づけられ、特に、アルクイン、文法学などで自由七科が論じられた。 10世紀には、教皇誌ルーエステル2世が、ボエティウスの影響の元自由七化を扱った。12世紀ルネサンス期には、シャルトル学派のテオドリクスが、ヘプタテウコンを表した。13世紀に大学が学問の中心地になると、神学部、法学部、医学部に進む前の学芸学部で自由七化が、教えられた。二百十五年には、教皇特使。 ロベールとクールソンによって、自由七中の最初の体系的カリキュラムが示された。また、中世初期から、アルテス・リベラレスとタイになる、アルテス・メカニカへも理論化された。12世紀3、ビクトルの風合は、ディダスカリコンで、織物製作、武具製造、商業、農業、食料生産、医術、演劇の七ギゲを、アルテス・メカニカへとした。 19世紀以降は、英国のジェントルマン教育や米国のリベラルアーツカレッジに自由七中の理念が引き継がれた。英米の大学ではしばしば自由学芸を象徴する七女神の立像が行動の高みにぐるりと飾られている。5世紀のマルティアヌスカペラ、フィロロギアとメルクリウスの結婚には三楽が暗示されているが、この言葉が使われるようになったのは、 カロリング・ジョー・ルネサンス期のあるクインからであり、次節のクアドリウイウムに習って造語された。以下の数学的音楽家をくくること自体は、プラトン、プロタゴラスに伝えられる、エリスのヒッピアスや、6から7世紀のイシドウルスによって行われているが、音楽家をクアドリウイウムと呼ぶことは、6世紀のボエティウスに始まる。日本でのリベラルアーツ教育における米国との大きな、 違いは、米国における、リベラルアーツカレッジは、学部で幅広く基礎分野を学んだ後に、大学院に進学することを前提としているのに対し、日本では、リベラルアーツを修了した学生の大学院、進学率が低いという点である。その他の点においても、日本独自の発展を見せている。日本における、リベラルアーツ教育は、様々な地に触れることで、 汎用的な思考力を養う王軸に、主に3タイプに分けられる。数学者であり、複数の大学で学長を務めた、大口国夫は、著書、リベラルアーツとは何か、その歴史的系譜で、東京大学教養学部と、国際キリスト教大学教養学部を日本における、リベラルアーツ教育機関の代表として挙げている。 前者の東京大学は第二次世界大戦前の旧正高等学校の伝統を受け継ぐものである。旧正高等学校は戦後になって4年生大学に改祖されると多くの大学において教養部がリベラルアーツ教育の役目を担ってきた。しかし、東京大学においては教養部ではなく教養学部を独立した学部として設置した点で特徴的である。 校舎の ICU は、米国のリベラルアーツカレッジを藩として戦後作られた、ものであり、人文科学、自然科学、社会科学の三領域を網羅し、専攻を自分で選ぶ教育を少人数で行う点、そして米国リベラル教育学会の認定を受けるなど、世界基準の教育を行う点で、旧来の日本の大学とは一線を画すものとなった。 リベラルアーツ教育と国際性の二つを特徴とする ICU の教育システムはその後多くの大学にも引き継がれるようになる。また旧制高等学校からの歴史を持つ大学軍に関して事例を挙げると浦和高等学校を継ぐ埼玉大学は当初設置の分離学部を1965年に教養学部へと改組した。 この他の旧制高等学校からの歴史を持つ大学はその教養部を学際計学部に改組してきている。京都大学総合人間学部、名古屋大学情報学部、広島大学総合科学部などをはじめ学際計学部として独立している。加えて市範学校を前身とする国立の教育大学は GHQ の指示で米国のリベラルアーツカレッジを反として 戦後に設立された大学である。これらの大学は、自然科学、社会科学、人文科学及び、芸術の専攻からなる、少人数教育を行っており、1970年、前後に、国の方針で、教育大学教育学部に改組する以前は、リベラルアーツの訳語である、自由学芸から引いた、学芸大学学芸学部という名称であった。なお、 東京学芸大学は教養系を、大阪教育大学は教養学科を設置し、現代的なリベラルアーツ教育を行っている。同様に、リベラルアーツカレッジに範を取った津田塾大学は、現在も学芸学部という名称を使用している。21世紀に入ってからは、社会科学、人文科学専攻とその周辺の、 学際領域専攻やビジネス専攻に限定した国際教養学部等の設置が目立ち、その事例として、早稲田大学での学部設置や、公立大学法人の国際教養大学の設立が挙げられる。本来は人文科学、自然科学、社会科学の3領域の基礎分野すべてを網羅するのが、現代のリベラルアーツの基本であるが、日本においては、 戦前の旧制高等学校の文科と理科及び戦後の高等学校の文系と理系の分類が先行し、リベラルアーツを掲げつつも、いわゆる文系分野が主たる領域となって3、領域すべてをカバーしないなど、先行可能な分野に偏りがある場合もある。特に自然科学については先行として一切設けられていないことが多い。上記のように、 旧来の一般教育、教養課程を改組することで、リベラルアーツ教育を担う学部、プログラムを設置する大学が少なくない。その豊かな教員構成を活用して、これらから不遍されうる分野も扱われるようになった。このほか全学での単位互換を行うといった制度への取り組みも挙げられる。なお一部で、教養学という言葉を、 学問の体系化された分野として用いることがあるが、教養学という名称を学問の一分野として用いた学術団体は2012年時点で存在していない。例として2011年に設立された学術団体であるジェイルを挙げると、同会は快速で学際的立場を基礎としており、学際的な学会として研究活動を哲学、歴史、社会科学、 自然科学、芸術、教育、外国語、環境などの多方面に広げている点を示しているのみである。教養学部にて、リベラルアーツ教育を行う。大学国際計学部等で、リベラルアーツ教育を行う。大学教育学部にて、リベラルアーツ教育を行う。大学理工計学部にて、リベラルアーツ教育を行う。 大学リベラルアーツ教育を主体とする、女子大学学際教育を行う学部を持つ、大学全学部横断型のリベラルアーツ教育プログラムを持つ大学東京経済、岡山、高知、九州の4大学のプログラムは、独立した学部ではなく、全学部が協力して、教育を行う特別なコースとなっている。学生には個別の学部ではなく、プログラム独自の学生証が発行される。 リベラルアーツ教育を行う各種学校東京都八王子市にある大学セミナーハウスのシンボルマークは白地に緑の切り株であるがそれについている7枚の葉は自由7中を表している。ありがとうございます。